すべての準備は整いました。 G4 の開催期間を考えれば、話題の持ち帰りを考えても決行は半月以内になるかと。いろいろと世話になってしまったね。ありがとう。本当におやりになるのですね。ああ、報道機関にはすでに伝えてある。政府もそろそろ気づくだろう。承知しました。ではここでお別れです。ああ、後のことは、後のことは頼んだ。ついいつものように言ってしまうところだった。しかしこんな慣例的な言葉でももう使うことがないと思うと少し寂しいな。ではおっしゃってみては。え？確かに私たちの共闘関係はこれで終わります。もう私の行動を制限する者はいない。私は私の意思で計画に邪魔なものを始末しに行きます。すなわち背徳の炎。分かっているよ。本当に？私が勝てばあなたと奴との対決は実現しませんよ。それが君との約束だったからね。心配しなくてもフレデリックには話してある。君もイノももう僕を助ける立場ではないと。君には悪いが彼には勝ち残れと伝えさせてもらったよ。それで納得したのですか？容易に想像がつくだろう。面倒くさがっていたよ。背徳の炎ではありません。あなたのことです。ん？あなたはかつて言われました。平穏が訪れた時、私の役目はその身切りにあることだと。あの言葉は私に語り部としての生き方を示したように思えます。なぜですか？我々がいずれ道を分かすことになるのは分かっていたはず。ああ、だからこそだ。君に残す言葉があるとすれば、それは主従の関係であるべきじゃないと思ったんだ。だからあれは僕なりに、その友としての言葉だ。友？恥ずかしかったかな。少々私も少し恥ずかしい話をしても。あ、もし神がいるとしたら、あなたは何を望みますか？願い事ではなく、その神にどうあってほしいかです。神にか。僕に建設的な答えを出せるとは思えないが昔からあなたはさまつな話というものにほとほと関心を持たれない。そうかな。そうです。これほど長く仕えているというのに、私の身の上すらご存じないでしょう。すまない。遠く、遥か遠く昔の話。私はかつて神の真似事のようなことをしたことがあります。一つの村に落ち着き、善行を積みました。純粋にこの力を人の役に立てたいと思ってです。ある時は怪我や病を癒し、ある時は圧政に立ち向かい、そのことで罰せられ、時には極刑に処されたこともありました。しかし私は不死の身、何度でも舞い戻った。
すると人々は私を奇跡と称した。なるほど。まるで神と人との関係だ。ええ、私も悪い気がしなかった。やがて私の存在が広く知れ回り、他の集落からも救いを求められるようになりました。新たな村でも今までと同じように救った。それらが落ち着くと、私は心の疲れを癒すために最初の村に帰りました。歓迎されると思って。しかしそれは浅はかな考えでした。私は避難の的となったのです。長く力を示しすぎたがゆえに、君は村にとってあって当然のものとなっていた。ええ、私がいない間に起きた悪い出来事は全て私の責任だと。その時私は気づいたのです。私は民にとって救いではない、ただ欠けると不便になるだけの便利屋だったのだと、ただのシステムだったのだと。神を気取っていた私はひどく落胆した。少なくとも人は神をシステムだとは思わない。ではならば、人々の心を癒している神とは一体何者なのか。神は一体何を救っているのか。神に何を求めたいかとは、そういうことか。今も答えを探しているのかい？それをあなたが示してくださったのです。私はこう考えています。この世界には人の理解を超える何かがいて、それは人の心に寄り添っている。そう信じることができる存在を神と呼ぶのだと。それが人にとって真の意味での救いなのです。もしこの世に不滅の語り部がいるとすれば、それはきっと人の心に寄り添う存在になれる。私は今度こそ本当に何かを救うことができるかもしれない。ですからどうかおっしゃってください。あとを頼むと。きっとその言葉に従います。私も友として。ありがとう。では後のことを頼んだよ。もうすぐお茶が入りますよ。お茶か。ん？なあ、なんでそんな苦いもの飲むんだ？苦ければ砂糖を入れてもいいんだぞ。え？砂糖を入れてもいいのか？そうか。どうしました？シンはソルとの野営生活が長かった。だがソルもああ見えてしっかりと親の役割を果たしていたんだな。確かにこれは子供には苦いかもしれない。じゃ
シンは他の飲み物がいい？ミルクならありますよ。じゃあ砂糖水。砂糖水？ああ、うまいんだぜ。親父と旅をしていた時には普通の水が一番だとか言ってなかなか飲ませてくれなかったけどな。でもなんかいいことがあった時はご褒美で飲めたんだよ。で、これは裏技なんだけど、ちょっとだけ塩を入れるとさらにマジごっとうまくなるんだ。それめ、おはようございます。おはようございます。その様子、よく眠れたようですね。ええ、もうなんというか、お布団が柔らかくて柔らかくて。あまり慣れない方がいいと思う。いつまでもここにいられるわけではないのだから。またラムはそんなこと言って、ずっといればいいじゃんか。いえ、残念ながらラムレザルさんの言う通りです。我々はそう長くここにはいられないでしょう。ん？我々？ん？え？みんなってこと？そう、今は事件の直後でバタバタとしています。しかし全てが落ち着いたら、私は私と家族のことを全て公表するつもりです。それでなんでここにいられなくなんだ？お父さんは人間の王様です。そのお嫁さんが私では皆さん嫌がるでしょ。なんだよそれ、母さんはそれでいいのかよ。もちろんです。私はお父さんと親、家族が一緒ならどこにいても幸せなのですから。そっか、じゃあ俺もそれでいいや。家族っていいですね。でもこれを見てください。ディズィーさんのことが書かれていますよ。これは、そうか、彼女も戦場に出ていた。一般の目にも止まっていたんですね。肝心なのはそこじゃありません。ディズィーさんに関するみんなの感想です。命を救われた。最後まで私たちを見捨てなかった。まるで天使、いや女神様のようだった。彼女が王妃様ならきっとカイ様とお似合いなのに。これを書いた人たちはみんなディジーさんが人間じゃないことを知って、それでも投書しています。カイさんの家族ならきっと新しい世界の新しい王様たちになれます。私はそう思います。それが本当ならここにいるみんなでずっと一緒にいられますね。みんなで、だって私たちはみんな家族でしょ。家族。あ？でもさ、そうなったらみんなは親父のことなんて呼ぶんだ？確かにそうですね。どうしましょうか。ディズィーさんの場合は普通にお父さんでいいんじゃないですか？私たちにとっても、お父さんなのかな。あれ、お兄さんかも。しまった、何よりも恐れていた事態だ。そういえば今日はソルさ、あ、いえ、お父さんがここに来ると言っていましたよね。ちょうどいいですね。みんなでお話しして決めましょう。おお、クリティカルにグッドタイミングじゃねえか。さすが親父だぜ。クリティカルの使い方を間違えているぞ。間の悪さは確かにクリティカルだが、私が出るよ。みんなはそのままで。
な理由をつけて追い返すか。しかしそれでは嘘をつくことになってしまう。そうだ、ここは一つ。すみません、先にソルと二人で話しておきたいことがあります。少しの間出ますが、心配しないでください。ん？お前が訪ねてくるなんて珍しいと思っていたから。生き方を変える時だと、そういう話をしようと思っていたんだが、少し歩かないか。便秘ですか？違う！じゃあ変な声出さないでください。何なんですか一体。貴様、最近俺への対応が足ざまではないか。これでも蓮王だぞ。それに俺はここの人間じゃない、百人でもある。それは見ればわかります。ここのもので紙の辞書を持ち歩く人なんていませんからね。でも客人アピールするなら、それらしく振る舞ってくださいよ。ちょっと馴染みすぎじゃないですか。空前絶後のスケールで自己処理をしているんだ。加えて新聖王の議題や G4 も迫っている。長居をしているのは俺の意思じゃない。それだけじゃない。俺の場合、国に帰っても問題が文字通り山積みなんだ。先日会の机の上には書類でできたチョモランマがそびえ立っていた。だから俺も国の仲間に聞いたんだ。俺の机はチョモランマになってるかとな。そしたら、チョモランマというよりは月ですねと言われた。どういう意味ですか？山なら頑張れば登れるが、月には到達できませんよ。ははだそうだ。それはご愁傷様です。この通信は本当に俺が出なきゃならんのか。レオ様、ご存知ですか、通信は受話器に触れないと会話できないんですよ。なんだ！どこまで行くつもりだ？それを今私も聞こうとしたところだ。扉越しに伝わるような陶器を放っておいて、一体どんな話をするつもりだったんだ？お前は本当に吹っ切れているのか？何をだ？決着だ。俺とお前、互いの本気のだ。何を今さら。それはまあ、未練がないといえば嘘になるかもしれないが、私の中でけじめはついている。第一、私は常に真剣だった。今まで本気を出さなかったのはお前の方じゃないか。いや違う、俺じゃない。
今まで一度たりとも本気を見せなかったのはお前の方だ。何よ、今日は一体何の話をしに来たんだ。聖戦時、まだお互いが出会う前だ。天才剣士の噂をクリフから聞いた。それはつまりお前のことだ。俺はこれっぽっちも興味を持たなかった。だが初めて戦場でお前を見た時、そこには俺の想像をはるかに超えた存在がいた。いや、あったと言った方が正しいか。一分の隙もなく、無駄もなく、油断も躊躇も恥も外聞も騎士道も慈悲もない、感情なんて介在する余地のない存在。まるで屠殺場の機械だ。ただ効率的にギアを駆逐していくお前を見た。俺は戦慄した。昔の話だ。まあ聞け。ともかくだ、それが俺の知るカイという男の本気だ。そしてある日、お前が俺に勝負を挑んできた。その時俺がどう思ったかわかるか。ビビってた。正直に言ってビビってたんだよ。こいつは俺がギアであることを知って殺しに来たんだってな。だから俺は全力で身構えた。ところが蓋を開けてみればどうだ。お前は真剣勝負とのたまっておきながらチャンバラごっこを始め出した。それは当たり前だろう。いや、チャンバラごっこと言われるのは心外だが、私が戦場で使う技術はあくまでも怪物を倒すためのものだ。だからよ、お前はそこがずれてんだよ。俺はギアだ、化け物なんだよ。だがあんな戦い方をすればそれはもう勝負ではない。なあ、そうだな、真剣勝負だ。真剣勝負？どう言えばわかるか。そうだな、ちょっとその剣を抜いてくれるか。これか。これでお前は一度死んだ。やり直したい、説明が足りない、初めから分かっていれば、そんな主張には何の価値もない。卑怯、騙し討ちが上等。ただ生きるか死ぬかだ。これが真剣勝負か。こんな負け方で納得できるか。まだ分からねえのか。今日は俺がお前に挑戦してるんだ。念願の決着をつけるんだよ。俺の都合で悪いが、ルールは一つでいい。せーので頼むぜ。やめろ、なぜそんな挑発をする。ガタガタ言ってんじゃねえ。よく見ろよ、カイキスク。てめえの前にいるのは人間か、それとも自分の女も化け物だから躊躇しちまうってのか。そう、それは本当なのか。何時だ。ラジオ、なぜ報道が先行している。とにかく一度こちらも確認する。状況を把握次第折り返す。いかがされました。まさか
また何か起きたのですか？いや、これは危機的状況の類ではないが、事件といえば大事件だ。ラジオをつけてくれ。寝るなら帰ってベッドにしておけ。ならちょうどいい。地面が一番付き合いが長いからな。なんで本気でやらなかった？いつもと逆だな。お前だって変身しなかったじゃないか。使う暇がなかっただけだ。まあ実戦用の戦術だからな。知らなければ一方的にやられて当たり前だ。だが聖騎士団では初歩的な内容だぞ。もう一度訓練に誘われたら考える。それで何か分かったのか？何？はじめはなぜ私を怒らせるのかと思ったが、だが動きで分かったよ。実戦で何かを理解しようとしていたんじゃないのか？どう向き合うのか。人間は化け物とどう向き合うのか知りたかったのはそいつだ。どうしてそんなことを？聞けば済む話だ。おしゃべりで戦いに勝てるかよ。残念ながら収穫はゼロだったがな。お前の方がよほど化け物だ。そうか、ギアメーカーだな。お前は彼との決闘に備えて。ギアメーカーはアスカは俺たちのような戦士じゃない。いや、魔法がなかったらそこら辺のじいさんと喧嘩しても負けるようなやつだ。そいつが正面から喧嘩を打ってきた。呆れたな。こんなことで一朝一夕に理解できるわけないだろう。説教は後でいい。どう思う？ギアメーカーに勝てるかの話か。今の戦いは接近戦を仕掛けたが、対ギア戦闘の基本は変わらない。違いがあるとすれば、一般的な兵士の場合、ギアと距離を取る。そして時間を奪う。時間を？気をそらすってことか。そうだ。間合いの外から体力を削り続け、意識を散らす。そして攻撃が確実に当たると確信できた時、本命の一撃を繰り出す。魔法使いの基本戦術でもあるな。アスカ、魔法使いの頂点だ。冷静な分析をどう思う？勝ちたいか。喧嘩を買ったんだぞ。チャンスを作るだけなら可能かもしれない。楽しい話を出し惜しむんじゃねえよ。だが一回だけだ。二度は使えない。そしてこれはお前にしかできない。対決の日時は？具体的には決まってねえが、野郎から連絡が来る。準備を整えるためだろうか？いや、何でも身辺整理を終わらせたいらしい。身辺整理？番組を中断して緊急速報をお伝えいたします。本日未明、ギアメーカーの身柄が確保され護送中との情報が入りました。繰り返します。人類史上最悪の滞在人、ギアメーカーの身柄が確保されました。アメリカ合衆国政府に投降した模様です。